ご命令ください。うむ、天才の状況を確認しよう。先月の成果よ。我らは天子さん家を滅ぼしてどうか。現在、無謀にも我らに殴りかかってきた山名と別所に、スパンキングプレイを実行中じゃ。我らに殴りかかってきたことを後悔するがよい。吉本興業は越前と若狭を攻略してどうか。だいぶ落ち着いてきたようだが、なかなか追いつけないな。今は春日山攻略に力を入れておるようじゃな。どん大友さんは変化なし。海だか陸だかわからない大海戦に負けたのに、もう回復しておるな。大友さん、マジゾンビ。なんちゃって反吉本連合はこんな感じ。お互いに一つずつ大名家をお取り潰しにしたな。そろそろ連合終了後の下準備をしなければな。勢力の上位勢はこんな感じ。順位に変化はなかったな。さーて、さっさと山名も片付けちゃいましょうねー。出るぞ、必ずや勝つ。はい、始めましょうか。ネイビー村上、始めるよー。換気場代は天野さんにやってもらいましょう。元チート女子会をやらなくっちゃ。合算戸田城から阿波屋さん、4300を出陣。矢橋城攻略に出てもらいましょう。出陣するぞ。逃げたければ逃げなさい。よしよし、ようやく落ちたか。じゃ、皆さん、もう一軒行きましょう。かしこまりました。お任せください。あ、カオル姫は別ルートね。お嬢ちゃんはお帰りくだされ。我が策、戦場を制す、加勢いたす。毛利じいじ、そろそろ動いてもらう時が来たようですぞ。承知いたしました。お任せください。前野さんにも出てもらいましょう。出るとするか。じゃ、幹城を落とすぞ。回線じゃあ。ついてこい。せっかくだから潜ってもらいましょう。取り掛かるぞ。我らが攻めに耐えきれるか。我らが攻めに耐えきれるか。かかれ。じゃあ、待ち伏せされてるやんけー。受けてみろ。これで決まりだ。これで決まりだな。城門を破壊しました。オミソゴースター。この戦、我らが制す。引き際、わきまえねばな。敵城門、突破しました。我らが攻めに耐えきれるか。退却せよ。敵城門、突破しました。前から後ろからずっこんばっこんやってやるのよー。ここは
引きます。ふう。よっしゃー、これでハリマは静かになるじゃろうな。どうした、かかってきな。別所さん、グッドゲーム。敵将捕らえたり。じゃ、帰りましょう。戻るぞ。お任せください。ふふふ、覇王か。わしはワンピースを超えたということじゃな。表情を始めます。報告いたします。木材が足りませんか。どうぞどうぞ。報告いたします。収支をご確認ください。報告いたします。浪人がいるって、雇わなきゃ。その前に城代を決めておこうかのう。三木城代は本城さんにやってもらおうか。鳥取城代は吉川さんにやってもらうといいことがありそうじゃな。あわわわ、お米をいっぱい用意しておかなきゃ。徳山城に二の丸を作りましょう。しげさん城にも二の丸を作りましょう。今月も同じ趣味の元チーと面談じゃ。楽しみじゃのう。おっと、忘れるところじゃった。おお、三人もおるのか。新卒採用いたしますぞ。室津城の城門を強化するもん。上市城の城門も強化するもん。備中松山城から大野さん、4100を出陣。山名大臣に向かってもらいましょう。我が戦、お見せしましょう。岡山城から江地三村、5700を出陣。こちらも武田城に。出陣するぞ。帰ってきて早々ですが、お嬢ちゃんにも山名大事に出てもらいましょう。我が戦、ご覧に入れよう。加勢いたす。助立ちいたす。敵が我が領内に向かっております。またお供軍だった。ひぐま山から福留さん、7000を出陣。高津城経由で大友に殴りかかってもらいましょう。出るぞ。水戸屋城からバトル坊主より近方5500を出陣。集合場所の高津城に向かうのじゃ。出陣するぞ。日野山の吉川さんは徳山城救援に出てもらいましょう。戦場へ参る。熊谷は一旦帰って、騎乗する。した兵士を連れてきてくだされ。かしこまりました。かしこまりました。渡辺さんも徳山城救援に出てくだされ。我が策、戦場を制す。お狐さんも助けに来て。戦場へ参る。四国勢も出陣じゃ。出陣する。戦場へ参る。あなたのためになるのなら出るとするか。出陣するぞ。出るぞ。必ずや勝つ。徳山城経由で大友に殴ったら殴り返されるの法則を教えてやるのよ。
おおお、病気か。わしに任せておけ。じゃあ。ないとー、なぜ死んだー。ネギの勝率悪すぎ。この信長にご命令を。報告いたします。報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。報告いたします。収支をご確認ください。報告いたします。じゃ、そろそろ勝家さんの力を見せていただきましょうぞ。出陣するぞ。常安くん、この隅城攻略のご詰めに出てくだされ。戦場へ参る。換気城の城門を強化するもん。津山城の城門を増す型門に増する増する。鳥取城の城門も増す型門に増する増する。でよ、徳山湾を封鎖するのじゃ。出陣する。じゃ、熊を打ち破るぞ。海戦じゃあ。進みましょう。始めろ。取り掛かりましょう。私に預けてください。我らの攻めに耐えられるか。この戦、我らが制す。敵が城内に侵入しました。聞くよ、熊の後ろから前から攻め立ててやるのよ。皆の命を私に預けてください。これが我が魂、我が覚悟。我らが攻めに耐えきれるか。引くぞ。楽勝じゃ。西園寺さんはお帰りくだされ。お疲れ様でした。戻るぞ。末さん、そろそろ出番ですぞ。出陣する。うほ、いい男。三浦さんちから道路が届きましたぞ。勝手にてご入り用でしょう。助を支えるが我らの役目にございます。うむ、良い心がけじゃ。承知しました。クマヤンも出てくだされ。腕が鳴るぜ。我が領内に敵が迫っております。おかわりかな。おお、別所さんちの家臣ですな。全員お迎えいたしますぞ。止まるのです。クックック、海で我らに挑むか。海の底で悔やむがよい。海戦じゃあ。行くぞ。かかれ。これで終わりだな。おおう、毛利じいじ、お疲れ。我が軍、思い知るがよい。皆の命を私に預けてください。みんなで畑船じゃあ。皆の命を
私に預けてください。これで決める。これで終わりだな。虎が引きにあよのう。わはははは、楽勝楽勝。敵将捕らえたり。じゃ、しずき城攻略に向かっちゃいましょうねー。ヤバセ城攻略の皆様はお帰りくだされ、お疲れ様でした。騎乗する。城へ戻る。むむむ、大回戦にならないなー。まあいいや、回戦じゃー。進め。参るぞ、聞け。キーが切れた。これで決めます。これで終わりよ。かかれ。貴様らの動き読めておるわ。これで決めるぞ。ベッキー、キレッキレやな。この攻め、見切れない。我が領内に敵が迫っております。あ、はい。むむむ、登場か。みんなのアイドルだったー。お、おう、今年は不作じゃな。うほ、おかえり。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。報告いたします。収支をご確認ください。報告いたします。浪人がいるって。雇わなきゃ。その前に市議参上に浪浪庫を作りましょうか。洲本城には東浦花の湯を建設しちゃいましょう。室津城の城門をマス型門にマッスルマッスル。そうそう、浪人って誰や。おおおお、左近来たー。嬉しいから新山城の城門を強化するもん。なあなあ、元地左近も男の子にしちゃおうぜー。天子春久さんに手取り状を差し上げますぞ。むむむ、まだ忠誠が足りぬか。道粉さん、席を開けてくだされ。さっさ、どうぞどうぞ。ちょっと臭いかもしれませんが、ダッフンダーが座った席よりマシですぞ。さらに軍団長に指名しますぞ。カンキさんにこのビリビリ来る刀をあげましょう。
じゃ、家臣を割り振りましょうねお、大回戦ができるじゃーん。よっしゃー、大回戦じゃー。行くぞ。わははは、我が軍が圧倒的優勢ではないか。一点理論で戦っても2万残るぞ。ガハハハハハ、進め進め、勝利の女神はお前らに下着をちらつかせておるぞ。かかれ、かかれ、かかれ、始めようか。かかれ、会えるぞ。続きなさい。総大将発見。この攻め、生きれまい。今こそ殲滅の時です。すぐに片付けてやるさ。勝負しなさい。この戦、我らが制す。我らが戦、とくとご覧あれ。これで決めます。教えてやろう、我が戦を。逃げたければ逃げなさい。敵なし。我らに勝てると思っているのか。ここが勝負どころよ。一撃、全てを込める。全て決める。クイルがよい。これで終わりよ。これで決めます。気合を入れろ。これで決める。見せてやろう。ほほ、いい男。ここが勝負どころよ。これで決まりだな。ここは引きます。なんじゃ、もう終わりか。圧勝じゃー。徳山湾の戦い、まあいいや。じゃ、山口館に向けて進軍じゃあ。承知いたしました。出るとするか。加勢いたす。山名、パーティーしようぜ。お前んちグリルな。逃げなさい。お、もうパーティーが終わってしまったか。宗春さんを留守番に残して帰りましょう。城へ戻る。城へ戻る。
新野さんも出陣じゃ。出陣するぞ。囲め、加勢しよう。うじゃうじゃ来ておるな。さっさと山口館を落としてしまいましょう。回線じゃあ行くぞ。じゃあやしゅー。痛い痛い痛い。力を合わせて勝ちましょう。せやな。正々堂々勝負しなさい。皆覚悟を決めよう。教えてやろう、我が戦を。我が分、思い知るがよい。これで決めます。はしゃはしゃだ。貴様らに勝ち目はないぞ。これで終わってください。貴様らの動き読めておる。皆覚悟を決めよう。よく見るとこの城は馬味じゃないですか。始めます。おおう、転職に応じてくれるのか。ありがたやよっしゃー、なんとか攻略したぞ。我らが負けるなどありえん。ゲゲゲ、島津さんのことを忘れてた。騎乗する。お、引き返していくな。お、これは死におった。はい、死におった。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。お米が足りませんか。1万でも2万でもいいのよ。はあ、はあ、報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。建設途中になってしまった徳山城の二の丸を作りましょう。と、言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。みんな、覚悟を決めよう。九州への遠き道、お楽しみに。